はい、一応やります。シンプルにマリオ的にアクションゲームの感じで炎を避けてくださいって感じな気がします。容量よくやろうと思ってたんだけど、ネズミがね来ちゃうからね、あんまり切って物を置いとくとかもできなくて。死んじまったぜ。例えばああいう風にこうさ、ご飯米置いとくとね、すぐ湧く。あれがだってシンプルにもうこう待った方がいいってことだよね。うん、で、できたものは取りに来ないから、さらに乗ったものだね。うん、で、切って物を置いとくができないんだよね。あ、取り行きます。大丈夫です。お願いします。このピーピー放置するの僕らの癖だからな。ね、ワンはとにかく投げれないのが津波だね。取れる？取れます。フライパンで取っちゃった。汚れた皿はここら辺に置いとけばいいんだよね。うん、その辺で大丈夫。あ、なんか取れた。取れていいかな。うん、皿にくっつけておいて。ネズミに捕らえちゃうからね。死んじゃった空中で。あ、間違えた。これじゃない。取れて持ってきます。はい、すいません、取ります。はい、トルティ取ってきます。はい、なんか本当 とにかくそんな急ぐ必要がないよね。特にマリ、そうね、出す皿の数もさ実はそんなに多くなくてね、そんな急がんでも。うん、これ取れて、取れて、はい、持ってくね。はい、ありがとう。やった、頼む。まあそんな急がんでも、これでこうしちゃえばいいか。もう一個取れていいか。よいしょ、逃げない。まあだから気をつけてるとしたら、だから僕が肉切るっていうぐらいかね。まあそうね、そのどうしても切るっていう作業をするとさ、ひと手間かかっちゃうから、その分時間に皿洗いしてもらってる感じ。うん、置いちゃダメ。トルティ持ってきて。これ2個出したら終わりかな。そうね。よいしょ、出してもらう。よいしょ、はいはい、まあこんな感じです。星4としては十分じゃない。はい、こういう、まあそうね、あとくぼみにちゃんと入ることも、あ、そうだね、炎を避けるためにしっかりくぼみに入るとかね、うん、くぼみに入れば避けれるって感じか、どっちかというと。うん、ほんとクッパ城だと思ってもらえれば。まあ死んでも別にそんなに問題ないしね、作ったものが消えるわけじゃないから。死なない方がいいな。まあ、そりゃ死なないに越したことはないけど。バイバイ。